回の表バンデンハークの立ち上がり、先頭バッターのヘルマンにヒットを打たれたんですが、俊太三振、ヘルマン盗塁タッチアウト、ダブルプレーとなります。3番の足立はセカンドフライ。これ今考えるとこの立ち上がり0点に抑えたの大きかったですね、斉藤さん。オリックス の、 攻撃に助けられましたよね、三振ゲッツですね。そうですね、2回の表この回はバンデンハーク、中島空振り三振、糸井ショートファウルフライ、そして島田はバットを折りましてサードゴロ、三者凡退に抑えました。2回の裏のディクソンのピッチングです。内川ナックルカーブでショートゴロ、いいデホもナックルカーブを引っ掛けます。三遊間のゴロ、ショート足立がさばきました。松田はこのナックルカーブ空振りの三振、三者凡退に終わりました。ゲームが動いたのは3回の裏でした。先頭バッターの中村フォアボール、今宮がセンター前ヒット。いやまさに本当にこのワンチャンスなんですよね、斉藤さん。ワンアウト二塁三塁になってね、ここの回だけでしたよね。福田がうまいバッティングを見せました。大歓声、2点タイムリーになります。4回、簡単にツーアウトを取ったバンデンハークでしたが、中島球団通算7999本目になるソロホームラン。バファローズも負けないぞという雰囲気は醸し出します。6回表バンデンハークのピッチング、これダイソーを使ってきて勝負に出たんですが盗塁失敗。ダイソーの岩崎盗塁失敗で結局この回0点に終わりました。7回の表バンデンハーク、この回までというピッチングです。まず足立見逃し三振、そして中島レフト、これはねよく取りましたね、内川。いやーこれ本当素晴らしいですね、本当ファインプレーです、はい、これがバンテンハークを勇気づけました。島田空振り三振で7回バファローズ無得点。8回の表2番手五十嵐、ランナーは背負いますが見事な注文通りのピッチング、ナックルカーブでダブルプレイ、0点に抑えます。9回表サファで渾身の力を込めた、まず速球で見逃し三振ヘルマン、代打ブランコ登場も空振り三振、そして足立も空振り三振、3者連続三振で試合終了。2対1ホークスがバファローズを下しました。これでなんとホークスは去年から鷹の祭典10連勝、今シーズン鷹の祭典5連勝。